キャプテンにちょっと顔んで入ってもらいます。というのは事前の音出しはリハーサルからの音出しでちょっとこの曲やるとキャプテンが突然入ってくれまして、ものすごくこう気持ちよかったので思わず本番もお願いしますってやるのはですね、南雅人という人の海と男と女のブルースという曲です。ご存じないと思いますね、南雅人はね、いろんないい曲書いてるんです。浅川真紀の、私の海とかね、なかなか渋い歌作ってる人です。もう70はるかに越したような人なんですけどね、もう本当インドのなんかヨガのなんか仙人みたいな顔して、もうぐしゃぐしゃな顔して、なんだけどギター一本持って、まあよれよれええ感じで今でも、歌い続けてる、みたいであります。南雅人、南願望ではありません、南公説でもありません、南春男でもありません、南一世でもありません。南雅人の、海と男と女のブルース、レコーディングの関係でね、レコードになった時はレコード会社の報酬があったんでしょう、横須賀ブルースというふうにクレジットされています。ちょっと待ってくださいね、ずっと閉じるようにね因果がダメだ「海と男と」
たどり着きました。ありがとうございます。次の曲